ははいどうも皆さんこんこにちはハッキーですえー今回はですねサンアンドレアスでえスクールですね以前スクール全部ブロンズ以上で出したと思うんですけど今回全部ゴールドでいきたいと思いますえなぜかというとコメント欄でねゴールドを全部叩き出すとある景品がもらえるということを教えていただいたんででねもう今すでにある1種目以外は全部ゴールドを取りました 見てくださいこちら、はい、こんな感じでね、めっちゃ頑張りましたであとはこのシティスリッキングっていう種目だけですね、一番最高のやつ、じゃあもうこれ、ゴールド取りましょう,もう、でですね、あのー、完全初見を以前やったときはもうどうやってゴールドを取るかっていうのを全く理解してなかったんで本当にね、もうグダグダのグダグダやったんですけど、あミスった。 そそそうそう,そうグッたグダでどうやったらゴールド取れるかね分からないまま容量が分からないままやってたんで全部まあシルバーみたいな大型シルバーみたいな感じだったんですけど今回ねちょっと至るまで結構どうやってゴールドを取るかっていうのが分かったんでまずはダメージですねダメージダメージはもう絶対ゼロパートで えー、タイムは僕わからないんですけどゴールの時の向きと位置とダメージのこの3点セットですよね、うん、これさえやればなんとかなるみたいな感じで全部ゴールドいきましたうわーこれだいぶねゴールドって本当にむずいんでいやしかもこの種目もねなかなかむずい。 でも個人的に一番難しかったのがあの横回転するっていうやつね横回転するあアーリーアーリーウープやったっけ名前忘れたけどなんか横回転丸,丸い回転して綺麗に着地して真っ正面向くっていうねマジで鬼鬼畜やったなあれそれとあのカタリン走行のやつねあれもやばかった ま要はダメージを1%も稼がずにあいやーやっぱ最後の種目だけあって結構難しいですねでもね本当にゴールド以上のゴールドのね景品取りたいんでねいやーマジでゴールドの景品欲しいなもうそれのためだけに頑張ってますからねマジで。 いや絶対欲しいぞあれは絶対クリアしてやるぜいやーマジでやばいなこれ多分テイク15ぐらいいってるんですけど全然ゴールド取れないですよねゴールドの要件そもそも何かといいますとこのコースでね1分40秒以内にゴールするのとあとダメージは0%と車のダメージね なんで、まあ、どこにもぶつかったらあかんと。だけどめっちゃ早くゴールしないといけないというね。鬼の仕様になってるんで。これほんまに多ん運用を若干絡んでくるんじゃないかな。いやー。おーいここがむずい、マジで。で、この先のここの角もむずい。こうね。ここちょっとあえて減速した方がいいかもしれんない。あ、ここここ。 ここもめっちゃむずい急角度のねカーブねマジでやばいおいオッケーオッケーオッケー,オッケーいやーゴールドの景品欲しいマジでめっちゃ欲しいやばいあと32秒以内にゴールしないと終わりあっ危ない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  おやばいあと20秒きたやばいぞやばいぞいけるかやばいいあと10秒これまたボツかこれまたボツあっい,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 、はあ、いったーやったーあぶねあと5秒あーよっしゃきた全部ゴールドいったよしやめるでなんか 全部ゴールドだなみたいな、ないんやな。なんか、よくやったーみたいな、ないんや。いやー、来た。全部ゴールドや。で、外に止まってるはずですね。景品が。いやー、楽しみやな。はい。おー、来たこれや。おーすげー。乗りましょうか。これですね。あホットナイフ。 やば。ホットナイフ。めっちゃかっこいい。すごいね。なんかレトロな。レトロなんか古い感じですよね。え、一人称これ。ちょっと待ってよ。あ、一人称こんな感じか。見られへんな。車内見られへんな。いやー、これはテンション上がるわ。やばいっすね、これ。くわー、かっこいい。で、これを、 カスタムしましょう、今回は。せっかくね、手に入れたんで。おい、カスタムできると。えー、カスタムできないんかい。くそ。え、この色しかないんや。色変えられへんのかな。ほい。ペインスプレーで。んあ、色変わってない。マジか。マジ やっぱ色変われへんなへえこんな感じなんですよねいやーよかったゴールド以上取れたこんな感じでなんかバイクスクールとかなんか飛行機のスクールでもゴールド以上になったらないろいろ景品が出るらしいんであのブロンズシルバーゴールドみたいな別々で出るらしいんでね全部ねやっていこうと思います 来たーなんかロマンを感じますねなんかこのホットナイフねあーよかった達成感やばいなよしガレージ保存しとくかそれかあれかなずっと湧くんかなあそこあブラッドリングバンガー入ってるいらん君はいらない君はいつでも取れるからよし これをここに保存だ OK よしということで今回はねゴールド以上取れてホットナイフゲットしましたとレア車ねということで、えー、これからもねサンドレスのストーリーもどんどんやっていくのでぜひ楽しみにしていただければなと思いますそれでは皆さん次の動画でお会いしましょうまたね